ね。で、あの、ちなみに僕があの、今回の捜査戦で一番面白いなと思ったのが、あの、推薦人20人いて、蓋を開けてみたら、投票が16人だった加藤勝信さん。<laughs> あのどんだけ嫌われてんだよっていう <laughs>。 いや、まあ、いいんですよ。いいんですよ。別に、あの、推薦しても投与しなくてもいいんですけど。<laughs> なんか、その、あの、推薦人でカツカレーかなんか食ったんでしょみんなで。20人で。で、なんかみんなでカツカレー食ってさ、俺たちは加藤かその棒持ち上げるぞって言って、その投与してみたらさ、あの、人投与してないんだよ。<laughs> そんなに人望ないみたいな。<laughs> いや、本当ね、面白いよね。本当すいません、はい。はい。はい。気をつけなさい。<laughs> だから、あのね、あの、まあ、そうね、切ないよね。 だから本当にだからあの、そのさ、あの、人望がなさそうに見える人っていうのは世の中にいるんですよ。この人人望なさそうだなとか。でもさ、あの、うん、歴史に残り続けるさ、自民党総裁選の投票でさ、人望がないというのがさ、もう証明されたわけじゃん。しか一人か二人ならいいんだよ。まあ一人二人ぐらいいるかな、みたいなさ。もう25%の人がさ、裏切ったわけじゃん。 そう <laughs> そう、裏切りにね。だから、まあまあ、五人だと二十五パーセントですけど、二十パーセントの人かな。うん。だから、ちょっとなんか、可哀想だなと思うんですけど、まあちょっと面白いよね。はい。いや、本当いい人なんじゃない <laughs> 知らんけど。で、なんか、あの、引き込む方が、ちょっと面白かった。そう、四人がね、カツカレー食ったんだけでね、<laughs> そう投与はしない。<laughs> また、一応でもあの、その、推薦人に名前を出すということで、まあ、俺の義理は果たしたと。で、カツカレーも食ったけど、あの、推薦人にはなるけど、そういう人は言ってないみたいな、なんかそういう論理かもしれないですけどね。はい、すいませんでした。はい。